皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみサバイバー、ウプ主のミーです。皆さんどうもこんにちは。フランかもしれないフランです。どなたですか？おなじみマリサだぜ。ということで本日も、ただサバイバーを実況していきます。前回は新武器をゲットして暴れたんだったな。へぇ、どんな感じだった？そりゃもうブラックホールまみれだよ。え、それ武器なの？恐ろしいことにちゃんと吸い込み攻撃してたんだぜ。今回も楽して攻略を目指して、頑張っていきたいと思います。楽するために頑張るってなんか嫌だね。確かに。チャプター17、荒野小町スタートです。あれ？工場とかそんな感じのところの先が荒野なの？工場を過ぎたら荒野にたどり着いたんだろう。工場の周囲って何もないことが多いしね。そして荒野につきものサソリの大群。あなたはもし、サソリに遭遇したらどうしますか？その場から速やかに退散する。その辺の手頃な岩で叩き潰す。容赦ねえ。子供の頃なんかの洋画で、サソリの大群が襲ってくるのを見たせいで、サソリが怖くてたまらなかった時期がありました。子供の頃なら余計にそりゃトラウマになるわな。うちの家族が洋画が好きでテレビで見てたんだけど、それがもう嫌で嫌で。お子様には刺激が強かったみたい。今度は豚の大群がやってきました。このゲームとりあえず数増やしておけばいいみたいなとこあるよな。集合体恐怖症の人はどうするんだ。謝れ。誠に申し訳ございませんでした。なんでこいつが謝ってんだ。数が多すぎるとブラックホールの良さが出ないんだよね。ほんとだ、一部は吸い込んでくれるけどまだまだいるもんね。それにこの豚、一体一体がでかくて肌を取り上がる。落ち着け、歩みを止めろ、落ち着くんだ。なんとかブラックホールと連鎖で近寄らせないようにしてる。ボス戦では大活躍だったんだけどな。敵が一体だけだと楽なんだよね。ステージ全体に広がるブラックホールならどう？強すぎる。もうちょっとブラックホールが拡大してくれたらいいよね。ゲームのバランスが崩壊しないように調整が大変なんだぜ。強すぎるってのも罪なもんなんだな。あんた何者だよ。とりあえずボスが来たので倒します。綺麗にブラックホールに入ってるんだけど。吸い込まれているから動きがのろくなるんだぜ。あれ？私なんて生きていられるんだ。HP バー真っ黒なんですけど。あと一撃食らったら確実に倒れるぜ。ふっは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 、この戦いを制したのは私のようだな。ギリギリなんてもんじゃなかったけどな。豚の次はゾンビ猫、もう勘弁してもらいたいね。動物が嫌だって言ったらロボットが苦しめちゃくちゃだよ。敵はほんと尽きないぜ。まあどんどん倒して稼いでいけばいいでしょう。いつの間にかバリアがかなりでかくなっているぜ。ウプ主に近づく時が来るぜ。近づいちゃおうかな。性格悪。これはスカッとする。ストレス発散だ。一気に倒すのってなんでこんなに気分が晴れるんだろう。なんでだろうね。一気にいなくなるといい気分だよね。さあまた中ボスの登場だぜ。かかってこい。この超拡大バリアとブラックホールで勝負だ。出た、みんな大嫌い虫野郎。そんなに嫌われてるの。でも中ボスだからかなり HP は少ないみたいだ。ボスだとほんと削っても削ってもなかなか減らないからね。ステージのレベルが高くなってくると2回のコンティニューを大事にしていかないとクリアできないよね。ボスまで残機を残して進むのがベストだよ。中ボスはあっという間に倒しちまったな。ボスがどれくらいなのかドキドキするけど頑張ろう。あれ？今回ここでボス戦。早く終わるステージはなんか嬉しいね。5時間目で帰れる日みたいな。それだ。お前ら授業中時計ばっかり見てたタイプだろ。時計が黒板の上にあるのがいけないよね。結構順調に削れてる気がするぜ。頑張れー、多分いけるぞ。多分。大事なことはダメージを食らわないこと。あ、食らっちゃった。なんだこれ、体が動かない、どうなっている。それこそがバリアブラックホールのパワーだよ。手のひらガンガン当たってるわー。ボスの動きを封じることはできるが攻撃まで止められないんだぜ。体がついつい前に出すぎちゃうんだよねー。やる気は十分にあるんです、でも技術面が。誰かやってくれません。頼るな。もう少し、削るぞー。まだ大丈夫です、まだ。いけー、それいけー。これで倒れろー。おいおい、ブラックホールの中にいるのになんだあのスピードは。危なかった、とんでもないタフな脳筋ボスだった。これにてチャプター17クリア。ブラックホールの威力を無視して突っ込んでくるボスもいるってことがこの戦いで学べたよ。ブラックホールに甘んじてちゃいけないってことだな。あとは今回ステージが狭かったから良かったけど、広くなるとブラックホールじゃ抑えきれなくなっちゃうかもしれないね。珍しくフランが真面目に分析してる。あのねー、私いつでも真面目よ。ふざけたことなんて一度もないんだから。それがふざけてるんだが。次は砂丘か、まだ砂地が続くんだね。少しでもできることして次のステージに備えよう。ガチャ100連してもいいんだよ。もう欲しいもの持ってるのに。それでは皆さん、また次回のダダサバイバーお楽しみに。結局引いてるし。
皆さんどうもこんにちは。いつもの紫、うぷ主のみーです。いつもの可愛い霊夢ちゃんだよ。いつもの世話係マリサだぜ。ところでうぷ主なんでマイクラバージョンなんだよ。あ、これは今回実況するゲームがマイクラっぽいからだよ。大した理由じゃなかったぜ。今回実況するゲームは、なんとマイクラ版の GTA みたいなゲームなのよ。え、マイクラ版の GTA? マイクラっぽいキャラクターが、盗んで殺して強盗するゲームだよ。盗むも強盗も同じだろうが。しかもそれがオンラインで遊べるから、今回はオンラインで暴れまくるわよ。それじゃあ早速街で大暴れしていきましょう。さあまずは何をやらかそうかしら。本当にマイクラみてえなキャラだぜ。とりあえずあのドクロの服の人についていこうか。NPC とプレイヤーの判断って動き方の違いくらいか。まあそうね、あとヤバい運転してるのはプレイヤーね。さっきの人横道に入っちゃったから、とりあえず私は大通りを進むよ。車が爆発した。この街ではこういうことが日常茶飯事で起きます。治安悪いなんてもんじゃねえぞ。この街のいいところは、治安が悪いところです。それいいところじゃなくて思いっきり悪いところだわ。あの車交互に爆破し続けてるわね。あ、誰かのアイテムが落ちてる。ち、洋服ち。え、アイテム見てたら突然即死したんだけど。爆風で死んだのかしら。さあ気を取り直して再スタートだ。おい、この近くでぶっ倒れてたらこのままずっと爆風で。うわぁ、ループだぁ。あれ？ちゃんと復活した。復活した地点がさっき死んだところとは別の場所だよ。なんだよ、復活地点って死んだ場所じゃねえんじゃねえか。いやぁ、とにかくループから脱出できてよかった。それじゃあ改めて人暴れしに行きましょう。お、こんなところにちょうどいい車が止まってるよ。誰のか名前書いてないし乗っていきましょうか。車に自分の名前書くやつがいるか。へっへっへっへ、この車はもう私のものだぜ。いやくこいつ超絶車の運転が下手なんだぜ。あー、危ない危ない、危うくぶつかるところだったよ。思いっきりぶつかってたぜ。その辺に落ちてたトランクからバットを入手したよ。盗んだんだろうが。このバットを一体いつ使うのかというと、野球の試合ではなく、という風に使うと即労や送りにされます。そりゃあ警官の頭バットでぶん殴ったら捕まるだろうよ。よっしゃー、見張りを倒したぞ。クックックック、見張りのアイテムを強奪させてもらうわよ。おお、手錠に拳銃に警官の服まで持ってる。ちょ、見張りが復活して撃たれてるぜ。じゃあ、ちょ、あんたやめなさい。そうだそうだ、牢屋内で発砲するなんて。ふう、ようやく出所した。よくもやってくれたわね、このポリスメンども、お前らが悪いんだろうが。はっはっはっは、警察署内に侵入したぞ。おい、この警官ぶっ倒れてるけど大丈夫かよ。大丈夫大丈夫、なんてことないわよ。あ、こんなところに銃が無造作に置いてあるよ。ち、見張りの警官が邪魔ね。急いで取って逃げよう。警官の目の前で堂々と盗むやつお前らくらいだぜ。こらー、貴様ら何をやっておる。拳銃を盗んだだけじゃダメだ、銃弾も一緒に持っていかないと。よし、一箱ゲットしたわよ。逃げろなんか塀の近くで暴動が起こってるよ。車の上に乗って暴れてるぜ。一体何をやっているのかしら。みんなあの人を避けているんだぜ。あ、あれ、体が動きづらくなっちゃった。ほんと、動けない。この下半身すっぽんぽんおっさん何かしやがったな。はっはっはっは、どうだ、変態の力だ。くぅー、全く動けなくなっちゃった。ちょ、変態元に戻しなさいよ。じゃあねえ。待てこらー。くっくっくっく、しょうがないな。体が動くようになったわよ。待てこら変態ー。